ショットクロック残り10秒、ブロープレーマッチアップ、横が入り込む、低いところ、ちょっとボール手につかない。さあ今度は静岡が走る、ケニー・ローソンジュニア来た。ケルビン・マーティンのファウルです。可能性や引き取った大塚優斗。さあブロープレー3来ました。橋本直樹ウィングの位置で大塚さばいて、ローソンジュニア押し込む形、押し込む形、エンドワンです。さあそこからの攻撃です。ベルテックス静岡、橋本からローソンジュニア、低いとこ通してジョンハーラー、山田アトム3どうだ、来たケニー・ローソンジュニア。さあここもインサイド押し込むか、人数かけて守った岩手。さあ走るクランポルへ、いいリブラン、そこにボールを通してきました。また岡田にボールが当たります。高い位置でのローソンジュニアのピック、ブロープレー、やや距離のあるスリーポイント来ました、今日2本目。その差はまた12点差。クランポル、おお決めてきました、エンドワン。さあリバウンド確保から攻撃へ、クランポル、おお踏み込んでいく、踏み込んでいった、来た、押し切りました。会話を交わすようなシーンがありました。さあローソンジュニアからブロープレー3が来た、フェイントエリア内、外に出してクランポル、スリーポイントの当たりも来ているが、ここは落ちます。さあリバウンドグライムス、エンドワン、マークは切り替わる、ケニー・ローソンジュニアが空いた、リングに嫌われます。おお、ここもジョン・ハーラー、そしてフリーのケニー・ローソンジュニア。ジョン・ハーラーという強さのある2人がインサイドいます。大塚、ジョン・ハーラーを使う、ショットクロックギリギリ、得点認められています。橋本直樹、ジョン・ハーラー、ロブパス、ブロープレー、フェードウェイ、押し込む、ケニー・ローソンジュニア、クランポルも耐える、フックは決まった、ケニー・ローソンジュニアです。インサイドの優位性、フェイク入れながらインサイド、下を通す、ニヒラ、ケルビン・マーティン、ここはタフショットになったが決めた。さあクランポル運んでいく、タフショット、ここもジョン・ハーラー、石川リングに嫌われます。リバウンドは可能で確保、ここで終了のブザーです。アウェーチームベルテックス静岡71対67。